はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょい、アズレンというわけでアズールレンの実況をしていきたいと思います。今日も京都で、建造パートですか、やっていきたいと思います。ちょっとキューブが少ないんですよね。で、一応この先行実装の、ヒエとミカサが来てるんですよね。というわけでまずはこの辺の期間限定をやっていきたいと思います。27分、短っ。まあとりあえず高速検査する、これいいか、そんなに回数できないしね。お、レアだ、黒潮。へえ、ふんふん、まあ駆逐やね。まあまあまあ新鮮。1時間半、はい。ノーフォークちゃんか。さすがに早々出ないかな。どうなんでしょうね。短っ。これ、ちゃんと高速検査使うの微妙やけど、アクロしそうなんやね。なるほどね。お、4時間20分。来たんじゃないですか、これ。これ、来ちゃった、ミカサ。カオリホール2や。なるほど。まあまあ、戦艦、レア戦艦やね。まあ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 。で、もうなんとキューブが足りない。終わり。もうちょっと貯めてこないとね。てか任務でもらえそうじゃない今。あ、もらえるキューブ。よし、もう一個引けるんじゃない？イエーイ。なんか他にはないよね。というわけで、もう一回回せそうなんで、もう一回引きますか。よーし。いけいけ。お、3時間半。なんでしょうね。いらっしゃいませ。おー！ダウン荘園を振り払い。勝利をもって祖国に移行栄誉をもたらすものなら、重要艦隊機関弩級戦艦ミカサ押してまいる、押してまいる、イエス。やりましたね、引けましたよ。これはいい引きでは、しかもやった念願の欲しかった戦艦ですよ。これはベリーグッドな引きですね。やりました、グッドグッド。やったね、やっちゃいましたね。これで戦える、勝つということで、じゃあ今回はちょっと短いですが、この辺で終了です。お疲れ様でした。バイバイです。イエス。